こんにちは、速稼塾の久保です。先日、ベルファイアと、トランザムの税金払ったんですけども、ちょっとね、時期をずらして、もう一枚来ましたよ。軽自動車税金ですね。これは多分、私の持っているくまモンのスクーターかと思うんですよ。税金の額は2000円ですね。で、バーコードがついてますんで、今回も、ペイペイで払ってみようかと思います。もう皆さん、ご存知ですよね。PayPay の支払うをクリックして、タップですか。タップして、そしてスキャン支払いにしますよね。そうすると裏側が映ってますんで、そこにこのバーコードをこうやって合わせます。どうでしょうか。はい。そうするとほら、2000円になるでしょ。で、あとこれ支払いって押すだけです。はい、支払い完了でございます。で、一応ね、これでね、付与予定の残高20、付与予定額が20円、1%、これでも入るんですよ。ね、今ポストに入ってた支払いを、今ね、動画撮りながらやって、20円入るということで、出かける手間もいらないし、すごく良くないですか？一応これスクリーンショット撮っておきます。支払いの実績が残りますね。はい、残りました。で、これは支払い完了ということになります。以上でですね、ペイペイ払い完了。むちゃくちゃ簡単ですね。しかも、ポイントっていうかね、20円分のポイントがバックされて、そのバックされたものは、ペイペイ運用に自動的に回るんですよね。前回の車2台分もペイペイ運用そのまま回るんですよ。いやー、4月21日からペイペイ運用再開したんですけども、どのぐらい増えるのか楽しみになってきました。年末ぐらいの時にね、20万、30万になってればいいなと思ってますけどね。どのぐらいなのか、今から楽しみです。それでは。